百田直樹先生、虎八元レギュラーに愛の神父を賛成したバカがいた、一平さんタジタジという動画のコメントでこのような意見をいただきました。ちなみに以前、二人は共著出されたり、何より議員になる前くらいの虎ノ門ニュースでの特別対談では、H 氏は目の前の A 氏に対して、直に何か久しぶりに尊敬できる先生に、僕がもし40年ぐらい前に A 先生みたいな人の話を聞いていたら、もっとマシな人生を送っていたかも、と語っていたほどです。今では信じられないシーンでしたが、その二人の間を結果的に裂いたのが、あの YouTuber だったとも言えそうです。とのことでした。コメントくださる方、いつもありがとうございます。すべてに返信できていなくて大変申し訳ありません。私としては、あの頃は仲良かったなぁくらいの記憶しかありませんでした。そんなセリフあったっけというのが正直な感想でした。ニコニコに動画が残っていたので、早速確認しました。青山茂春×百田直樹が語る終戦の日と日本人後編。いや、なんかね、さっきから雷が鳴っててね。なんか、空晴れてんのにね、随分こう、夏の雷がドーッと来て。いい感じですね。はい、青山さんの言うことにもね、天も相当怒りの声を上げてると思います。はい、久々にね、なんかこう、本当尊敬できる講師の方、先生にね、いろんなええ話聞いて、もう僕はね、本当に40年前に青山さんみたいな先生に会って話聞いてたら、もうちょっとマシな人生送ってたかもしれない。はい、残念やな、青山さん。なんちゅうこと言いまねんな。はっはっは。まあ二人、こういう役割なんですきっと。僕は今後もトローで、百田さんはちゃんと成果あげられる。いやいや、そんなことないです。はい、こちらこそ楽しかったです。光栄でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。とのことでした。最近の発言にアップデートされて、こんなセリフがあったことはすっかり忘れていました。コメントくださる方の記憶力に脱帽です。この時の百田先生は紳士モードでした。百田先生との中に亀裂が入り始めたのは、青山議員が百田先生の頭を掴んだことが原因の一つと言われていますが、ちょっと前にそれに対しての言及がありました。防衛の話か何かで頭を掴まれ、パンチで例え話された怒り、収まりませんね。こちらを引用リツイートして、あんなこと全然気にしてません。ただ、あの後、私が昔ボクシングをしていたというのを誰かから聞いたみたいで、突然謝りの電話があったのにびっくりしましたが、ボクシングしてたんですねって、その時言われた。むしろその電話で、あの時に頭掴んだのは何やったんや、と思ったけどね。とのことでした。気にしてないとご本人はおっしゃっています。そうなると、百田先生の青山議員に対する大きな期待に、愛の新法などで裏切られたと感じて、今の状況になったんでしょうか。それだけとも思えないので、表には出ていない事情もいろいろありそうだなぁと感じました。そういえば、青山さんが打ちのめされた裏切りって、結局誰だったんだろうね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。